を締めたりプレスしたりっていうのが多かったので、それを、まあ、今あんまりやらないようにっていうふうにできてきてはいるんですが、実際緊張してきたり絶対本番で外さないようにしようって思った時にはやっぱりその前の癖というか、どうしても口締めてプレスしてっていうのに頼ってしまう、どっちもアンブシャー形成の必要事項なんですよね。閉じるとプレスをかける。なのでそれをやらないようにするっていうのは、やらないでできてるつもりであっても本番とかっていう時に結局やっちゃうとね、必要なことなんですね。なのでもう初っ端から、まあ、それを言ったのはもうこの瞬間からちょっと発想を変えていこう、その感じるのはおそらくここがギュッてしまってきちゃう、プレスが痛いぐらいかかってしまうっていうのを感じてるから、それをなくそうってことなんでしょうけど、プレスをすること、口を閉じるっていうアクションはそれぞれ金管楽器のアンブシャーの形成に必要なアクションなので、1ミクロンもそれが悪いっていうニュアンスを持ってたくないので、超欲しいことなんですなのでその困ってること、痛くなるぐらいとかコントロール効かないほど締まってきちゃうみたいな、それがなぜ起きてて、どうしたら変わっていけるかなっていうのを、プレスをする閉じるっていうことを必要なことだって文脈の中でちょっと見出していければいいかなと、とりあえずじゃあ一回とこ見出してください、
で、どういうタイプかっていうと、息が下向きで、音が上がるときにマウスピースの位置が下がってきて、音が下がるときにマウスピースの位置が上がってくる人たちが、音が上がるときにしっかり下げないでいると音が変わらないので、次の手としてこうやって上唇にプレスをかけ出すんです。で、もうそれでちょっと音が出るけども音が薄くなってきて痛くなってくる、当てはまる典型的というか、なぜそうなのかわかんないんですけど、タイプ別になんかそういうような傾向が、まあ、見られるですね。大島さんとか僕とか、あと富山さんとかはどういう感じかっていうと、下の方の音を吹いてるうちに訳が分かんなくなって、なんかポコポコ音が外れ出してガクッてポポポポポポみたいなじゃない、割とでしょなどなど、まず第一歩の話ですね。じゃあそれやってみて出てきた疑問とか、なんか質問とか、じゃあこれはどうかな、動かす幅っていうのは、うん、あんまりこう大きくない方が、その必要なだけ頑張れればいい、うん、適量っていうのがもちろん大事なんですけど、適切な量っていうと、ほとんどの場合ほとんどの人は結局動かしすぎないようにの方に頭の中のニュアンスが偏っちゃって、でも動かしすぎと動かしなさすぎは同罪と思ってください罪っていうのもあれだけど、うん、なので多くの場合はまず思っている、思い切って動かした方が突破口が開けるケースがそれゆえに多いですね。じゃあ試してみましょう、はい、下に動かしすぎたら音が上に外れるから、上に外れた時だけ気をつけよう、うん、音を下がる時に動かしすぎたら音程がぶら下がるかなんかするから、そうなっちゃった時に気をつけよう、はい、それが発生するまでは思いっきり左下右上、左下右上やってやろう、はい、ちょっと試してみましょう。首をこうしておくとかね、うん、はい、うん、解決します、ま、前に進む
そうですね。はい。